法の本文外国人治安処方は1798年にアメリカ合衆国で制定された4つで一組の法律である。法制定を主導したのは連邦党であり、当時の大統領はジョン・アダムズであった。この時期はフランスとの間に後に疑似戦争と呼ばれる戦線復刻のない戦争をしていた。提案した連邦党はアメリカ合衆国を適正外国人から守り、 政府を弱めるような治安妨害を止めさせるために公安したと主張した。民主共和党は、後の歴史家たちと同様に、これらの方が憲法に違反しており、行政に対する批判を抑えるために公安されていること、また、中の権限を犯していると言って攻撃した。これらの方は1798年と1800年の選挙で大きな政治問題になった。 この法律の中で適正外国人法のみが2007年でも有効であり、戦時には強制されてきた歴史がある。他の3つの法律は1802年までに執行するか、他の法律に置き換えられた。トーマス・ジェファーソンはこれらの法律全てが違憲であり、無効とし、法に触れて有罪宣告されたもす全てに恩赦を与え、釈放を命令した。一般に外国人、 治安処方と呼ばれるものは、次の4つの法律である。1798年の外国人帰化法は、外国人がアメリカ合衆国市民となる条件として、アメリカでの在留期間を5年間から14年間に延長した。1798年6月18日に執行され、執行の日は定められなかったが、1802年に撤廃された。 友好的外国人法はアメリカ合衆国の平和と安全にとって危険であるとみなされる在留外国人を強制退去させる権限を大統領に与えた。この法はフランスの同調者に対する恐れから制定された。当時アメリカ合衆国とフランス革命政府との間の戦争の可能性が強まっていた。1798年7月25日に 執行され、2年間の次元立法であった。適正外国人法は、在留外国人の本国とアメリカ合衆国とが戦争になった場合に、その在留外国人を拘束し、強制退去させる権限を大統領に与えた。1798年7月6日に執行され、執行の日は定められなかった。現在でも有効である。治安法は、 政府あるいはその執行部門に対して虚偽の抽象的な及び悪意のある文章を出版することを犯罪とした。1798年7月14日に執行され、1801年3月3日までの次元立法とされた。治安法はアメリカ合衆国の法律、あるいはアメリカ合衆国大統領の行動に反対するまたは反抗する者は、 最大2年間の禁錮に処することができるとしている。議会議長を批判するものを書き、印刷し、口に出しあるいは出版することも違法とされた。この法律は副大統領を批判することを禁じてはいないことは注目すべきである。ジェファーソンはこの法律が制定された当時の副大統領であり、新しい法律によってもジェファーソンに対する批判は自由のままであった。 治安法の意味と解釈についてはかなりの議論があった。言論の自由に関するアメリカの法理論は以前のイギリス法とはいくつか異なっていることは明らかである。イギリス法では言論はそれが真実であろうと正確であろうと先導的になり得る行動であり、自由言論に対して政府を優先するという考え方で制限されていた。例えば民主共和党と 中道的連邦党員の何人かが、虚偽の抽象的な及び悪意のある文書という条件を付け加えることに成功したが、これは具体的に名誉毀損に対する弁護として、植民地裁判所が真実を扱うことができるとした、ジョン・ピーター・ゼンガーの裁判を意識したものであった。しかし、多くの連邦党裁判官が、守備一貫して、法律をこの読み方で解釈したわけではなく、 以降は様々に議論が続いた。特にアメリカ合衆国憲法修正第一条についての資源主義者の解釈と治安法は違憲ではないかという疑問があり、また何時、どの程度以前のイギリス法から変わってきたかということに対する議論である。ジェファーソンは治安法が権利の焦点の第一条すなわちアメリカ合衆国憲法修正第一条で、 保護されている言論の自由という権利を犯していると非難する一方で、主な議論の対象は、アメリカ合衆国憲法修正第10条、すなわち、アメリカ合衆国に憲法で移植されていない権限、あるいは州に対して憲法で禁じられていない権限は、それぞれの州にまたは人民に留保されるという規定にこの方が違反しているというものであった。外国人。 治安処方が通過した七百九十八年は、中世第一条の権利は、現在のように州を制限していなかった。ジェファーソンは、連邦政府が外国人、治安処方で移植されていない権限を行使しようとすることによって、その境界を踏み越えたと強く主張した。バージニア州とケンタッキー州は別にして、他の州議会では、連邦党が主導して、この法律を支持するか、あるいは、 バージニア州及びケンタッキー州が避難したことを否定する決議を行い、ジェファーソンの主張を拒絶した。司法審査の原則のもとに、意見立法に対する法の是正制度は、1803年のマーベリー対マディソン事件まで制定されていなかった。1798年の合衆国最高裁判所で、特にミスターハンジと呼ばれたサミュエル・ジェイスは、 連邦等の反対者に対する敵意を隠さなかった。外国人、治安処方は最高裁に審査請求されなかった。ただし、巡回裁判所にいる最高裁の各判事は、連邦等に反対するものを告訴する訴訟について多くのことを耳にした。トーマス・ジェファーソンとジェームズ・マディソンは、憲法論議を有利に進めるために、 憲法違反を正すと民衆に訴えることによって、連邦等の議席を奪うことを画策し、また諸州が連邦法を無効化することを要求するケンタッキー州およびバージニア州決議の総構を書いた。ケンタッキー州およびバージニア州決議は、諸州がアメリカ合衆国に加わるためにその権威の一部を異常することに同意した州の自発的な連合で、アメリカ合衆国が成り立っているが、 諸州は、究極的にその試験を連邦政府に渡してしまったわけではないという明約理論を反映していた。明約理論の考えでは、連邦政府が憲法を含めて、その同意事項を破っているかどうかを判断し、その違反事項を無効化するか、あるいは連合から脱退するかできると見ていた。この理論の適用を考慮した別の機会が、米英戦争の時のハートフォード会議であり、 また南北戦争の直前の南部諸州の脱退であった。治安法は1801年に執行することになっていたが、これはアダムズの人気満了と時を同じくしていた。このことは法の合憲性を最高裁で直接裁く機会を妨げていたが、その後の最高裁による治安法に対する言及は違憲とみなされるものが今日まで続いている。 例えば、ニューヨークタイムズ対サリバン事件の言論の自由に関する裁判では、最高裁が治安法は法廷で審査されていないが、その有効性に対する攻撃は過去にも成功してきた。と宣言した。連邦党は外国人治安処方に対する反対が消えていくことを期待していたが、多くの民主共和党員は連邦党に対する批判を書き、印刷し、 口に出しあるいは出版し続けた。実際に民主共和党員は法自体を強く批判し、それを選挙対策の目玉にした。この法は連邦党の統制に密接な関わりがあり、連邦党の衰退に大きく影響する要因として、その生命が終わった。諸法はアダムズ大統領の任期が満了した1801年に執行した。最終的にこの諸法は、 連邦党に逆風を吹かせた。連邦党は国外退去を行わせる外国人のリストを準備していた多くの外国人が外国人治安処方の審議されている間に国外に脱出した。アダムズ大統領は国外退去命令書に一度も署名することがなかった。著名な新聞編集者や会議員のマシューライアンを含め25名の者が逮捕された。 その中で11名が裁判にかけられ、10名は先導の罪で有罪となったが、これらは明らかに連邦党よりの判事による裁判であった。しかし連邦党はあらゆる階層、分野で牽制を失い、その後の数年間、議会は外国人、治安処方の執行で犠牲になった者に、繰り返し陳謝したり、保証の決議を行った。 トーマス・ジェファーソンは1800年、アメリカ合衆国大統領選挙に勝利して、大統領職に就くと、適正外国人法と治安法で有罪となっていた者全員に恩赦を出した。ありがとうございます。